リムですね。不思議な力を感じます。何？奴が来る。急ぐんだ。付近に凶暴な魔物がいるかもしれません。なんとか仕留めましたね。宿営地へ戻ってみましょう。傷を癒しましょう。目的は達成しました。報告に戻りましょう。ここから出ると両都方面へ向かうことができます。何をすればいいのか少し敷地内を調べてみましょう。課題を達成されましたが、お見事です。今こそ認めましょう。あなたこそ真の各社であると。これよりあなたのそばに付き従う専従のポーンを選んでいただきます。旅の苦難を共にし強敵に立ち向かう心強い味方となってくれるでしょう。
敵の攻略知識が上がりました。リムはポーンと各社様をつなぐ絆、どうか積極的にご利用ください。我が帳簿隊は意欲ある若者の挑戦を初めに言っておく。私は相手にこれより3つの訓練を課す。訓練ごとに求められる能力は異なる。行き詰まったらパーティー構成を見直すといい。彼らと協力して訓練を。初めの訓練は荷物運びだ。パーティー構成は自由だが、少なくともできるだけ大人数で一気に片付けるのが訓練を始め。訓練内容は制限時間内の荷物。手早く片付けてしまいましょう。まだ時間には余裕がありますよ。そろそろ黒煙が迫っていますよ。急いでください。間に合いませんよ。冷静に落ち着いてやりましょう。そこ見事だ。次のこれも当然同じ職種の訓練を。訓練内容はこのこの形は力に弱いです。まだ時間には余裕があります。魔法で壊します。冷静に落ち着いてやりましょう。そろそろ黒煙が迫っていますよ。力で壊します。見落としはありませんか。急いでください。間に合いませんよ。やりました。そこまで見事だ。なかなかの腕だな。次もその調子でいけ。最後の訓練だ。カカシは2種ある。一つは剣、破壊の手順、最適のパ、訓練を引き続き。クエ、魔法で壊します。まだ時間には余裕がある。力で壊します。見落としはありませんか。このカカシは魔法に弱い。そろそろ黒煙が迫っていますよ。このカカシは力に弱い。急いでください。間に合いませんよ。魔法で壊します。力で壊します。一掃してやりましょう。そこまで。なんという速さ。これは驚きだ。ここ一番で決められる腕前、さすがと言うべきか。いいだろう。訓練項目は全て達成された。パーティー構成の大切さが理解できたか。その顔なら大丈夫のようだな。あとは実践で経験を積んでいくだけだ。困ったらパーティー構成を見直す、忘れるな。このクエストに詳しくなりました。ここは訓練所ですね。戦術などを学べるようです。このエリアに詳しくなりました。カサディスに戻られますか。毎度どうも。それもいいでしょうね。
頑丈そうな防衛施設ですね。このエリアの探索に強くなりました。無理をなさらずに。各社様、大丈夫ですか？戦闘時は焦らず、よく攻撃機会を見定めましょう。街道は比較的安全ですが、気を抜かずに行きましょう。何かありますよ。ここは各社様の出生地ですね。ああ、各社殿とお見受けします。ポーンなどという曖昧なるものを率いて竜を倒しに行かれるとか。そうだが、それは各社となった者を誘う竜の技。己の意志がどうあれ引き寄せられる。これまでも多くがそうやって竜の世界の断りに乗り込んできたのです。浅はかに。竜は世界に繰り返し現れ、各社もまたその度に生まれる。だがほとんどの各社は竜にまみえることすら叶わず、その身を滅することとなる。愚かな末路です。弱く脆いのですよ、人は。この世界はね、宿営地と言いましたかね。各社殿もよくご存知のはず。兵を募っておるようですが、いかにそれが無益なことか。じきにお分かりになるでしょう。